せーの、くるるん、おかえりなさいませ。ピリさんちでお掲示してるくるるとサンサです。はい、実はですね、ピエロに来ました。来ましたって言ってもね、倒産病なんですけど、はい、そしてピエロの、ね、制服を着ました。どうでしょう、この2種類ですね、黒と白、どっちが好きですか？黒ですかね。黒だよね、はい、サンシちゃんなんか黒っていうイメージある。黒好き、私服も大体黒い、うん、そうね、私は白の方が好きかな。なんかピエロっぽくない？めっちゃ。はい。はい。という感じですかね。でですね、今回の動画は何ですか？はい。第何回だろう？何回？第4回。第5回。はい。第6回。どれか使ってください。はい。質問コーナーでーす。皆さんからのね、質問ね、定期的に結構ね、届いてるんですけど、あなたの質問がまた呼ばれるかもしれません。はい。ではまず、1問目から。友達に縁を切られたんだが、どうしたらいい？はぁ、あ。ヘビーやばいね。私さ、すごいさ、メイド始めたてぐらいの時に、わりかし仲良かった女の子の友達2人に縁切られたんだよね。縁切られたっつうか、うん、なんか、すごい頑張ってるの見ると病むから、会えないみたいなことを言われて、しかも同じ感じで二人に言われたんだよね。全然別の友達ね。で、なんかその、自分がのレベルが上がったって思えばいいんじゃないですか。うん。まあ私は結構縁切るタイプの人間だから、わからん。縁切りたい方は別になんかその人が嫌いだから切るとかじゃなくてめんどくさいわけです。人間関係。最悪だね。私の人間性。本当最悪だと。環境変わるとなんかその付き合うのでも人間は変わるよね。それはそう。そうです、はい、ごめんなさい。やりたいことってどうしたら見つかりますか？やりたいことはなんかやりたいことを見つけたいなと思いながら生きてると結構見つからなかったりするよね、うん、普通にしてるとあこれやりたいと思って思ったりするけど。くるちゃんはそのロリタレンタル出したじゃないですか。はい。それはやりたいってどのタイミングだったんですか？全然なんか最初からやろうとは思ってなくて、何かやりたいなと思って、何だったらできるかなって考えて、試行錯誤して、あ、これだったら自分も好きだし、できるかなって思ってやったかなって感じ。自分ができることを探すといいかもね。うん、好きなこととか。すごい、今いい質問でしたね、私。そうだね。びっくりしたんだけど。あったんだ。くるるちゃんの一日密着動画大好きで、はい、めっちゃ見てます。はい、何回見たんでしょうかね。めっちゃ見てますっていう。ありがとうございます。500回くらい見たんですか。めっちゃってつけるくらいだから。めっちゃだけど欲しいです。そんなんや。厳しい。最近いつキュンキュンしました？ありますか、そんなこと。ナイス。あ、でも、うん、美しいからっていう、ドラマ見た時はめっちゃキュンキュンした。やばかったね、あの時。なんかすごいもうなんか、声に、うん、出してさ、なんかさ、ドヒャーとか言って。ギャーみたいな。なんかもうね、脳からすごいドーパミンが出てますみたいなのがすごい感じたし、うん、この前女の子のお客さん来てくれた時に、その美しい彼っていう作品が本当にやばくてって言ったら、その子と一緒に見たんだけど、すっげー叫んでたから、多分誰が見ても結構叫ぶ。内容となってますね。映画化決まってるらしいんで、うん、それは楽しみに行きたいですね。いつキュンキュンしたんですか？逆に気になりますね。最近恋バナしたいなって思って。恋バナいいね。恋バナしたい私も、うん、なんか恋バナ持ち込んでほしい、うん、お客さん。確かに確かに。地球最後の日何を食べますか？うどんかな。うどんでいい？うどんでしょ。だってさ、別にさ、地球最後の日ってことは明日死ぬってことじゃん、うん、そしたら何食べても太んないからさ、別にめちゃくちゃ高カロリー食食べる。いやいやいや、もったいないプロだよ。なんだろうね。そうさ、これからはさ、なんかその痩せなきゃいけないみたいなさ、ヘルシー思考で生きなきゃいけないのにさ、うん、今後未来のために。未来ないんだったら別に太っていいだろ。え、でもさ、あれだよ、地球最後の日ってことはさ、その食べる以外のこともさ、しなきゃいけなくないって思うんだよね。いや、食べて終わるね。食べて終わる。そうですか。束縛はどこまでなら許せる？私許されたい全部。これは恋愛の話だよね多分。うん、友達じゃないと。する側ってこと？される側ってこと？される側じゃない、許せるって話だ。ああ、なるほど、うん。されたくないかも全く。ああ、確かに確かに。うん、でもなんか、どうなんだろう。全くされないっていうのも。もしかしたら嫌なのかもね。わかんないけど。やきもち焼かれたい的な、そういう話って話？わかんないけど。うん。
え、なんか束縛してくるぐらいだったら付き合わない方がよくねって思っちゃう。終わった。まあ確かにね、そういうのあるかもね。うん、なんかそういう人ってきっとなんか、うん、え、メイドやめた方がいいんじゃないとかそう言ってくんのよ。付き合わない方がいい。それは無理。え、なんかそれってどうなのとかなんかさ、なんか価値観合わなくなるからやめた方がいいんじゃないですかね。そうですね。別に何もないけど。確かになんか。いやでも束縛してくる人は、うん、あの浮気してるっていう。あるよね、なんか自分に自信がないからその人のことを追い詰めたくなるみたいな、うん、そうですね、浮気してる人ほど束縛するっていうからね、うん、なんかそういう余裕がある人の方がいいなって気持ち、うんうん、ディズニーに行ったらこれは絶対乗るという乗り物ありますか？ありますか？セントアンドジャースが一番好きかも。めっちゃわかる。でもまあディズニーシーだよね。そうえ、シーしか。え、ランドは？ランド？ランドはなんだろう、別にあんまり乗ってないかも。ランド行ったらものに、うん、食べてるだけ。うん、わかる。スプラッシュマウンテンかビッグサンダーは絶対の。あ、でもスペースマウンテン乗ってるやん。結局ケース好きだ。スペースマウンテンってさ、なんか物カゴ入れる場所もなければさ、うん、カチューシャもすごい飛んでくじゃん、うん、私キャッチしたことあるんだよね、うん、暗闇の中で物をカチューシャなんかここら辺刺してる、ね、危ない迷惑普通にそんなとこだった。ゴンドラの絵も見たいかな、私。ベネッサやん。そう、あれ結構好きなんだよね。アルティはすごい並んでるらしいよ。あ、そう。なんかその推しキャストみたいなのがいるんだって、その人のゴンドラに乗りたいみたいな。え、やだやだ、そういうのないから乗らせてほしい。やばいよね、TikTok で見た。あ、そうなんだ。へぇ、なんかそういう、なんか推しっていう概念ってさ、すごい幅広くなったよね。やばいな、ディズニーキャストにも推し、うん、ね、そのうち多分ね、そこら辺のさ、近所のさ、なんかそのランニングしてるお姉さんとかも推しになっちゃう。てか、なんかエレベーターガールとかも多分推しとか言われちゃうよね。この人がいる会社、泊まりたかい。やばそう。異性と話すのが苦手なんだけど、どうやったら克服できるかな。これは、お客さんがキャストと喋りたいとか、キャストがお客さんの話すの苦手とかっていう話。一般の、あの、普通の人じゃなくて。あ、でもなんかファンピの男の人と喋れないかもしれないし。ちなみに私も喋れない。カウンターどかしたら喋れないタイプの人間。なんかその、あ、こんなに自分でつまんないんだって思っちゃう、私は、うん、なんかその普通の人と喋ると、うん、でもね、わりかしあの突っ込んじゃうっていう癖がある。誰に対しても。いや、わかんない。私、うん、あ、そうっすか、うん、しか言えん。美容師とか、うん、美容師一番怖い、うん。プレイリストさんは全然好き。まあでも、美容師はどうなんだろう。指名してもないのにずっと男だよ。だから多分接客業をしましょう。確かに接客業したらわりかし克服できると思う、うん、で、あと苦手意識持たなきゃいいと思う、うん、なんか、ね、全員人間だし。確かにです。これだけは絶対に勧められると言える作品ってありますか？映画でも小説でもアニメでも何でも。なんか黒執事とかコードキャスばっか言ってるからね、うん、他のもの黒執事以外でってことでしょ、うん。でもなんか、わりかし、あの、勉強になった映画っていうのがあって、うん、タイムってやつ。あ、みんなで見た気がするんだけど。あれは、見たよ。わりかし勉強になったかも。なんか、ああ、みたいな。そういうこともあるのかな。ないけどね、別に。ないんだけど。あ、ぜひ。時間が価値、お金みたいな、うん。そうそうそう、ね。時間価値を忘れがちな人はちょっと見た方がいいかもしれないですね。ちょっと見ちゃいましたけど。です。はい。恋の話って誰に聞いてもらったらいいんだろう。聞きたい。聞かせてください。待ってます。マジで聞きたい。最近恋バナ本当にしたいね、うん、何回か帰宅したお嬢様がメイドに応募するのはありですか？うん、いいんじゃないですか。いいんじゃないでしょうか、うん、気まずくなかったらそっち側が。自分がオタクしてる時ってオタクとその人とのさ、境界線を私気にするタイプだったから、うん、あんまり自分はしたことないけど、まあありかなしって言ったら別にありではあると思う。うん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 。好きな人の中覗いちゃうのってどう思う？好きな人のアカウント覗きますか？好きな人のアカウント、好きな人、うん、推しのいいねら見るみたいな話的なあれだよね、うん、多分、うん、お客さんのやつは見ちゃう。私も見てる、うん、リスト管理してる。リスト管理はしないけど、なんかいいねとか来たら見ちゃう。ダテとか来たら見ちゃう、ね、いいねとか通知来たらその人のこといちいち飛んでる、うん、なんかその知らない人、うん、なんかお店に来たことない人とかでもいいね来たらとりあえずアカウント飛んで見ちゃう、うん、見ちゃう。どういう人なんだろうみたいな、もしかしたら来るのかなみたいな、興味あんのかなみたいな、うん、見ちゃう、はい、です。何回目のデートで告白するのが正解ですかね？恋愛系の質問ね、結構多いね。何回目のデート？2回目がいいんじゃない？
早くない？え、そうなの。だってさ、デートしてる時点でさ、もうその気あるじゃん、絶対どっちも。てか2回目なんてさ、成功したら絶対どっちもその気じゃんってめっちゃ思うんだけど。あー、そうなの。じゃない、普通に。だって1回目はまだ分かんないかもしれないけど、2回目はデートしないでしょ、嫌いな人と。私さ、街行く人のことってどうやってこの人たちって付き合ったんだろうってすごいさ、考えながらさ、見ててさ、あ、こういう人たちってどうせ2回ぐらい会っただけで付き合うんだろうなって思ったの。うん。そういうこと？え、そういうことじゃないの？そうなんだ。え、だって、会ってじゃないよ、別に。会ったはさ、その何人かいるかもしれないけど、デートって2人きりですよ。うん。ってことは、2回目じゃない？そうなんだ、うん。じゃあ2回目だけ告白してください。付き合えるかは別だね。うん。違う、2回もデートして断るのさすがにないんじゃないってめっちゃ思うけどな。分かんない、もうなんか、うん、ね、生の声を聞きたい、そういうの、うん、彼氏彼女で確かに、ね、ぜひ、はい、ふと思う自分の可愛いところはねえあんだろ絶対聞きたいお客さんにお客さんがもしなんか本当に私のこと可愛いと思って来てるのかどうかは謎だけど、なんか分からん、私可愛い可愛いみたいなないんですよね、うん、ふと思う自分の可愛いところ、でも私自分の目尻結構好きだから、なんか鏡で目尻見たらあ可愛いってなる。そんなさ、見た目の部分的な話じゃない、分かんないけど、どうなんだろう、分かんない、この質問者の意図が分かんないよね、うんうん、まあどっちでもえ、あの電車のさ、電車乗っててさ、鏡越しに映って自分可愛いかもって思う時があるかもしれないっていう話。ああそういうこと、うん、分かんない、どうなんだろう、服装とかちゃんと決まってるときは、鏡面とか見て、ああ、みたいなときは、かわいいかもしれない。あれ必要です。じゃあ、これでラストの質問ですね。はい。サラスさんが書いてた夢小説を公開する予定はありますか？ありません。いや、わかんないよ。もしかしたら、あの、シャンパンとか入れたら夢小説公開してくれるかもしれない。だって多分さすがにさ、なんか実家さ、私2回ぐらい引っ越してるから、うん、多分最初の実家のときだから、もう捨ててんじゃないかな。そっか。うん、ちょっと気になりましたね。私もちょっと読みたいなって思います。書こうか。いいや、別に。スクショしちゃったんで。はい。じゃあね、こんな感じで終わります。まだまだ質問箱募集してるので。はい。いつでも応募してきてください。応募じゃない。質問質問投稿してきてください。はい。お待ちしてます。今日も見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。